皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。いつも YouTube のこの川田隆平参議院議員チャンネルを見ていただきましてありがとうございます。今まさに衆議院議長ホソダさんの不信任決議のまちょうどあの賛成討論反対討論ま討論が行われているところですが。 まあ本当この撮影をしているのはちょ,っとそのちょうどその時間帯なんですけれどもきょうはあの10時から厚生労働委員会も開会を予定をしておりましたが昨日を提出されました衆議院の細田議長そして岸田内閣に対する不信任決議案ということで岸田総理の不信任決議案ということでこの今ですねちょっとあの国会の方はそのまず最優先で 不信任参議院もですねその衆議院に合わせて今審議が止まっておりますそしてこの本会議が終わった後にまあ信任ということになった場合ですね時間時間というのは人数的にはまあ与党の方が多数ですので否決されてまあ信任ということになってしまう可能性がありますがまあほぼそうなると思います。その時に結局 この不信任決議案というものが単なる政治的なパフォーマンスだったのかそれとも本当にこの不信任だということのやっぱ中身をですねやっぱりぜひあのこの本会議での趣旨弁明そしてこの賛成討論反対討論ぜひ聞いていただきたいてその中でやっぱ皆さんにもご判断いただきたいなと思います。 で特にあの新聞報道ではです、ねまあ、選挙のためだとかいろいろとまあ書かれてはおりますけれども、まあ、そうではなくてやはりこうしっかりとです、ねあのー、ここは、えー、内閣がやっぱり無策であるというところ特に物価高に対してです、ね、このままずるずると、えー、<coughs> 予算の時もそうでしたけれども予算もです、ね、これ物価が上がることは予測されていたそしてこの補正予算についてももうすでに物価高になっている。 円安まあ、非常に悪い円安になってきていることも認めつつです、ね、そういったことに対する対策としては無策なままです、ね、この政府がこれを放置しているのに等しいという状況でやっぱり今の私たちの国民生活が6月にも年金の支給額が下がりそして10月からは高齢者の200万以上の所得がある人たちに対しては 2割負担ということですので今まで後期高齢者医療の1割負担だった人たちが2倍の窓口負担を迫られていくということで本当にこれからですねやっぱ物価高と合わせてそうした年金の支給額の削減とですねそれからこうした窓口負担の増額ですとか本当にもうこれから医療もそうなってきますしそれからこの福祉も 介護保険も,問題も言われております本当にそういったところのですねやっぱり本当に今の方向でこのままでいいのかということをやっぱりしっかりと問わなければいけないということで今日は立憲民主党がこの不信任案を提出をしてそこにこれがじゃあ政治的だということであればですね反対をするなら反対をすると思うんですけども。 こう今言われているのはちょっと僕もこれまだ不確実な情報ですので間違ってたらすいませんあの謝りますが、えー、と維新もです、ね、賛成討論を内閣不信任案についてはした後とに棄権をするというような話も入ってきてますし、まあ、令和も棄権するというようなことですけれども、まあ、本当にちょっとその判断がやっぱりそれぞれ非常に分かれると、まあ、そこでまあ国民民主党に至っては まあ与党入りがもう目前ということで、まあ、本当にこの参議院選挙後はですね、まあ、もう与党入りするんではないかと言われてますが、まあ、本当にそういう状況の中でやっぱりこの今不信任決議案というのがまあ提出をされて今審議されているということですので、まあ、ぜひですねそちらの方を見ていただいて、まあ、本当にあのここでですねどういったあの国会での本会議での議場での質疑討論討論がされているのかということをですね まあ、ぜひあの見ていただければというふうに思っております。えそれから今日はあの水俣病の被害者の方たちがえ今日はあの国会にあの要望に来られておりましてえ今日は水俣病患者の方たちと歩むまあ、国会議員の会の会合もあってまあ、そういった方にも参加をしてきました。え水俣病はですねあの本当にまあ、線形障害があの水銀 に汚染されたその魚をまあ食べたことによって、えー、多くのまあその範囲の、えー、人たちが、えー、被害に遭っておりますそして、えー、特にあのまあ本当にこに手が震えたりですとか感覚障害とかですね、まあ、いろんな症状が、えー、ミラ水タ病起きるわけですけれども、まあ、それがやっぱり40代60代といったあの体力低下をした時にですね より、まあ、その若い時からの、まあ、そういった障害がですねそれをさらに強まってくるといったようなこともあって、まあ、本当にまだ終わってないんだなということを非常に今回映像も見て見させていただきましたけれども、まあ、先日も5月22日にですねその新潟水俣病についてのシンポジウムなどもあってそちらもあのシンポジウムに最初から最後まで参加してましたけれどもやっぱ本当にそういったその今の水俣病に対する見方っていうのを やっぱここでもう一度改めて改めて見直さなければいけないところがあると思っています。と言いますのは特にあの、まあ、第3の水俣病があったと大牟田の方でも実は被害があったということが言われていますが、まあ、特に水俣、ね、病というのはまあ熊本県の水俣それから鹿児島の北部ですねそういったところ天草の方もそうですけれども。 まあそういった沿岸地域、まあ、そこがあの沿岸というところが非常にまあ狭く範囲が指定されているために、えー、ちょっとそこから外れただけでも入らなくなってしまったりとかそれから新潟水俣病和賀野川のですねその,のところの河口域と沿岸、まあ、その河川の流域、まあ、そういったところで魚を食べた人たちの被害なんですけれども、まあ、それだけじゃなくて実はあのそこであの昔の権威でありました椿教授という方が編設をしたことによって その後のミナマタ病というのは全く出てこなくなっているわけですけれども、実はあったということが新聞でも報道されていたことがありました。そういったことでですね、やっぱり実はそのミナマタ病の問題というのは決して熊本、新潟だけではないんだということを私もこの間のシンポジウムで初めて知ったわけですが、そういったその全国に今もあのいるであろうミナマタ病の 症状特にその重,症重,重篤化した水俣病だけが認定患者になっているわけですが本当にその軽症の人たちに対するこの故障の問題をどうするかということがままささにに残された問題裁判になっていいるとところだと思いますで今年の秋に決心をしたりそれから来年になってから決心をする裁判もあってそういうのは判決も含めて来年が、まあ、このピークではないかと言われておりますので。 まあそういったそのまあ今司法で争われているところについてはそういったその節目節目で,ですね何らかのアクションを取,り取っていく必要があると思いますしそれからまあ今日お話を伺っていてもまあそれから野間さんがですね厚生労働委員会で衆議院でも質問してましたけれども私もずっと3年間こう環境委員会をやっている時に一番最初に国会議員になって水俣病問題を取り上げさせてもらいましたがやっぱりこの環境省の健康保険,保険部というところがあってですねこの環境保険部というのが あのここの部長はずっと厚生労働省からの出向が毎回あのそこのポストを占めててです、ね、1年、2年、二、まあ、年、3年ですかね、2年ぐらいですね、大体平均2年ぐらいでそのポストからまあ移るわけですけれどもその結局、厚労省から来ているので厚生省から来ているので結局のところですね環境省の,その部長にいる間は何もしないんですよ、何もしないことでまあ評価が下がらない、何かすれば評価が下がる。 そしてまた何かすれば環境省に予算をつけて厚労省に帰るわけですから結局その環境省にいる間何事もなく過ごした方が評価はそのまま上がるわけですので何にもしないんですねだからそういったところでやっぱりここは今までの,やっぱりこのミナミ問題の解決というのは え少しずつ動いてきているところっていうのは、あの政治決着なんですよ。1995年とそして2009年の、えー、この特措法というまあ法律でもって、それと政治的に動いたことによって。 良、えーまあ、くなってきているところもあるしただ一方でそれで幕引きをかかろうとしているところもあるので、まあ、そういった意味でやっぱここをです、ね、やっぱちゃんともう一度、えー、今あのこの裁判で争っている人たちで、まあ、軽症の人たちも含めた、えー、保障の問題をどうするのかということをやっぱしっかり取り組んでいかなきゃいけないということを、えー、今日の、えー、院内集会でも、えー、感じるところがありました。 で今日はの衆議院の方で環境委員会もこう止まっておりまして、まあ、そちらの環境委員会で質疑もする予定だったということですので、まあ、政治的なこの力がこの港病解決のために必要だという今日の皆さんの え弁護士さんもそうでしたけども患者の皆さんそしてあの支援者の皆さんのお話を伺ってやっぱ本当そういったことのために政治を是非動くところがあるんではないかという思いを新たにいたしました、まあ、本当にそういったですね公害である水俣病、まあ、環境省が、まあ、環境省昔の環境庁ですけれども、えー、作られた原因になったのがこの水俣公害です。で郊外の問題かからら環境省が作られ環境境が作れれれ行政大きく変わわっったけけですけれども、まあ、これをしっかりと 改めて変えていくためには、まあ、厚生労働行政も含めた国としてのやっぱりこの水俣病患者そして患者と認定されていない人たちも含めたこの地域の、まあ、流域の人たちも含めてですね広く保障がされていくような制度や仕組みというのをちゃんとここでまた政治的な決着をもう一回図らなければいけないという時期に来ているのではないかということをき、まあ、今日の集会に参加をして思わざるを得ませんでした。本当にそういっった皆さんの声をでですねしっかりと国会で ししてていいけるようにっっかり頑張っていきたいといいとううふうに思いましたえ今日はあのそういったあの、まあ、今日不信任決議案が出てです、ね、今国会でまさにえ討論が行われているところですけれども、まあ、参議院の、まあ、事情がこれからどう動くのか、まあ、昨日もあの話しましたけれども、まあ、13日月曜日の、まあ、決算の総括質疑総理入りのこの決算委員会というのを、まあ、与党側が拒否していることによってです、ね、この決算委員会を開く ためにですね今この参議院においても公募戦が行われていて国体で行われていてこの委員会を今日,明日今日明日開くか開かないかそして本会議も明日開くことにはなっておりましたけれどもそういったその決算委員会を開くか開かないかでもって14日15日の委員会をどう取り持つのか持たいないのか廃案になるのか法案を ここで国会開かないことによって早に持っていけるのかどうかということも含めてですねいろいろ今議法も含めて閣法も含めて4本5本ぐらいずつですねその9本ぐらいまだ残っているわけですのでこの法案の扱いがどうなっていくのかということも含めて今この,この衆議院の不信任決議案の採決そしてそれの後に衆参,の参議院の国対委員長会談などあってこのこの 委員会を開会するかどうかといったことに繋がっていくかと思います。まちょっとまだあの先が見えないところではありますけれども、ま今日の動画としてはここまでとさせていただきます。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日また引き続きこの続きをさせていただきたいと思っております。どうなったかも含めてまた明日ご報告させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。